私立鬼ヶ島学園。いじめられっ子で一つ年上の春美男と俺は幼馴染で親友だった。だけど春美男は変わってしまったんだ。君ちょっと待ちなさい。ここ私立鬼ヶ島学園で勝手に男女に分かるんじゃない。この学園には鬼と言われる番長がいる。聞こえてるか、鬼ヶ島幸圧。新入生桃の木楽がお前に宣戦布告する。お前の手伝いされた親友春美男を救うため、俺はお前を必ず倒す。威勢のいい虫けらだ。いかがなさいますか、鬼ヶ島様。俺に宣戦布告するとは、面白い、可愛がってやるよ。